シスター・チャーリーはアイルランド生産、フランス及びアメリカ合衆国調教の競争馬である。主なカチクラは2018年のブリーダーズ・カップ・フィリー、アンド・メア・ターフ、ジェニー・ワイリー・ステークス、2018年2019年のダイアナ・ステークス、ビバリー・デー・ステークス、2019年のフラワー・ボール・ステークス、2014年3月13日アイルランドで誕生。 2016年12月にフランスドービル競馬場でデビューし、初勝利を挙げる。2017年はペネロープ賞で重賞初制覇を飾り、次戦のディアノ賞でも戦画の2着に入った。同レース後、アメリカ人馬主のピーター・ブラントによって購入され、アメリカ合衆国のチャド・ブラウン級者に点馬やする。遺跡初戦のベルモント・オークス招待ステークスでは、首差の2着となった。 しかし、その後肺炎を発症し、一時は、現役続行が危ぶまれたが無事回復を果たす。2018年4月、前年7月以来の復帰戦となった、ジェニー・ワイリー・ステークスで GI 初勝利を果たすと、自走のニューヨーク・ステークスこそ、僅差の2着に敗れたが、夏場にダイアナ・ステークス、ビバリー・リー・ステークスの2つの G1 を連勝。迎えた、ブリーダーズ・カップ・フィリー&アンド、 メアターフでは、欧州 g 員1レース3勝の3歳品バワイルドイリュージョンをマークしながらレースを進め、ゴール前で首さ差,差し切って優勝し、4つ目の G1 タイトルを獲得した。この活躍により、同年のエクリプス賞最優秀芝品馬に選出された。2019年は、冬場の熱発など、軽度の頓挫が続き、春シーズンは全球。 7月のダイアナステークスで復帰し、4番手追走から直線で抜け出して、前年に続いて、連覇を果たした。続くビバリーディ・ステークスでも、次元の違う末、足を見せ、2着に3場審査をつける圧勝で連覇を達成し、前年から G1 レース5連勝とした。判定、ソットサスが3着に入った第98回、外戦文章と同日に行われた、 フラワーボールステークスも断然人気に応えて干渉し、G1.7 勝目を挙げた。しかし、ブリーダーズカップフィリーメアターフでは圧倒的に一番人気に押されながら3着に敗れ、連覇は叶わなかった。以下の内容はレーシングポストの情報に基づく。ありがとうございます。